この店初めてあ、初めてです普段この辺りで来ってんのあ、そうですねまあ、いろいろ行ってますそうなんだ大学生なのあ、そうです何年生二年ですあ、じゃあ一番楽しい時期だどうなんですかね彼女とかはいないのいや、いないですねそうなんだサークルとか入ってんのあ、はい、一応何入ってんの テニスです。テニスいいね。じゃあ女の子とか多いんじゃない？どうですかね。まあ普通ですね。そうなんだ。これも昔テニスやってたんだよ。えー、そうなんですか。最近もここのみんなでやったりしてるんだよ。えー、そうなんですか。そのサークルって何人くらいいるの？二十人くらいですかね。週何回くらいやんの？週二回ぐらいですかね。あ、そうなんだ。 コートとかは借りてやってんの喋んのと金の同時にできひんねんなこいつ。喋るときにハサミに止めようねんなこいつ。こんな中身のないトーク片手までやってくれよ。他の美容師の人らは切りながらこういうトークしてんのよ。あの人らはみんな同時にできてんのよ。同時にできる練習してからテニスの練習せ。今日、どんな感じにする今、聞く取り返しつく期かんと切り始めだなとは思ったけど。えっと、じゃあ、さっぱりした感じで。 これは何の時間喋るでも、着るでもない。これは何の時間やねん。あのー、今ってこれ。え、何あー、すいません。なんで病師と喋るときこうなんのやろ言いたいこと半分も言われへんねん。これでいいですかーって言われたらいいですって言うてまうねん。これでいいですかこれはさすがにええわけない。